ですね、マスターする前にですね、薙刀の性格を知っていただきたいと思います。薙刀は皆さんがご存知ですがね、これがまあベーシックの薙刀です。だからこの薙刀の絵をあのご覧になると分かりますけどもね、これが僕というときにですね、こちら側ですね、相手に当たるとこのダメージをですね与えられるようにね、できています。それで薙刀をですね、女性が、まあ現代はですね、持つように、使うようにあの言われておりますが、これは関係ありません。男性女性あるいは老若男女ですね、全て、これが使われたものです。はい。それでこの薙刀の歴史はですね、中国から渡来したということで、美仙刀ですか、それの影響が非常にあるというふうに言われています。これ非常に重いもんですね。最近重いもんです。そして、これで相手の甲冑を着ている上から叩き割ると、そういうふうに、できております。はい。それからですね、こういう長巻きですか、絵に刀のようなものがついているものもありますしですね、あるいはこういうふうに替え投げといいまして、何でもいいよ、何よですが、これを投げながらですね、このようにできると、あるいはこれでもって殴っておいてですね、でこれで抜けます。それと同時に突き込むというようなこともしました。まあ源武蔵なんか最後北東に帰って戦ったという、面白いって言いますかね、あの有名な話があります。それから薙刀を使うときですね、これは長い武器のですね、総集編と思っていただきたいと思います。六尺棒の構え、あるいは六尺棒のテクニック、あるいは槍のテクニック、槍の構え、これ全部総集した後、薙刀ですね。そして、薙刀実ばかりじゃなくてですね、この棒、槍、薙刀、この三位一体になるという、まあ武道で最新の方というのもあるんですがね、三つの実ですね、三つの実、三つの質をですね、巧みに、利用できるようにですね、この薙刀編でもってですね、長期の総集編としてですね、これを見ていただくと、あるいは学んでいただくというふうに、していただきたいと思います。
いけない場合もありますね。こういう太刀と薙刀、他の武器ですね、あるいは弓もあります。そういう場合にですね、非常に一番、動きに安全な構え、動きをですね、自分でピーンと来てですね、構えなくちゃ、はい、構えて、背が回す、ね、こっち作られないでしょ、これですとね、わかりますね。それではまたこっちへつけてね、引っ掛けするとかするわけです。はい、よろしいでしょう。No!
ですね、場所に応じてやらなくちゃいけない場合ありますね。はい、これでいきますね。はい、この相手が上が高くない場合、高くない場合、これ低い場合もありますね。そういう時は手が切ってきますね。すぐキャッと切っていくね。あるいはこのままでついていてもですね、このままキャッ、はい、こういう練習が必要です。ですからまあ形の場合はですね、このままやってますけどね。あるいは正眼でもそうですね。この正眼でもこんな正眼もあるわけです。この出した正眼もあるわけですね。たくさんあるわけ。これで飛び込んできますね。これだと飛び込んでくるわけですね。スニーラー、こういうふうにですね、とってもデスタンスが大切ですね。その次に、今度平一文字とか、あるいは中正眼とかたくさんありますがね、長瀬なんだ、この平一文字の場合ですね、これ相手が切ってきた場合、これ横に回すんですね、こうやって。で、ここに横に回すことも大事。はい、こうやって。ね、先に行かないで、ゆっくり、ゆっくりやっていても早いんですよね、こうやってね。こうやって回すと、こう、ね、体で、こう、ね、こういう、いろいろなデスタンスを覚えておいてくださいね。それから長瀬なんも、これで行く場合ですね、これをパッて引いて、パッて足で引いて切る、ね、足で切る場合、手だけじゃなくてですね、お腹線でパッパッと切るですね、それで、横倒しに倒すというわけです。長巻きなんかになりますとね、ペーケンがこういうふうに持って歩いていますね。それと同時に相手がですね、これはもう発想になってるわけですね。で、相手が切ってきます。もうこういくわけですね、この上にね。それで足でも飛ばすと体もですね、こういうふうになるわけですね。正眼でも、平一文字でも全てそうですね。こういうふうにこうね、ですからこれもここへ持ってればこのままポンって切れるということです。これが長巻きの切り方です。横一文字ですね。横一文字でしっかりと構えていると相手が切ってきます。この足が問題ですね。この体でもってこう跳ね上げられるね、片手でもね、この刀、体の振りが大事だっていうことね。こうやってね、言ってもね、体の振りが大事だってことね。こう、こういうふうに、ね、片手で初め練習するんです。振り子の練習をするわけです。こうね、わかりますね。こう持っててもね、こう持っててもこれでいかれるようにね、シュッとこういかれるような練習をするわけですね。これがとても大事です。これがね。すくい上げ、このすくい上げはですね、こういうすくい上げもあるし、あるいはキャーッと下がったすくい上げもあるわけですね。あるいはこのまま上げてキャーッとすくい上げ、立ってすくい上げ、跳ねてすくい上げ、やつもあるわけですね。それはなぜこう立って上上げるかって言いますとね、あの兜があるわけですよね。兜をすくい上げてね、取るわけですよね。だからその兜を取る時には、これでいた時にはこっちから行くわけですね。わかりますね。その中へこれが入ってくる。はい、今度は長巻きの場合ですね。これの場合に、使う場合ですね、このからこれダメだ、危ないよ、片手でこれ離すんだから、こうね、ここでわかりますかね。片手で長巻きの場合は飛ばすと、それでも何でも加えますね。この発想の構えから、あの相手のコテを切りと言いますとね、皆さんこっちで行きたがるのね、このこっちの手で行くもんだと思ってるのね。そうじゃないのね、こう行くの、こっちの手で行く、
そうするとデスタンスが相手に来るんですよ。ね。わかりますね。こう。ね。上か。じゃなくてこういったら、行くとかですね。これをどっちかにやって、相手の小手のですね、デスタンスを狂わせるということが大事ですね。ですから、もう一発、二発目の硬いやるやつがあるわけです。ね。一発目、まあ例えばこうやったとする、今度はこういったとしたらこう行くとかですね、しまして、それでもって今度は横へ行きながら、こう行きながらどう払ってるでしょ、どう払ってますね、その次はどう払っていくというふうに、あるいは足を払っていくというふうにしていって、また最後に払っていくと、これは全てこの手の内でですね、やりくりとまた違った意味でのね、やりくりみたいな、なぎくりっていうんですか、してみるわけです。相手が切ってきますね。抱えるように。これでデスタンスが取れても、それを落としながらこう落とします。これでね。はい。それで、今度また、腕を持って切っていくというわけですね。その時、その切った時にですね、これを握ってないです、僕の場合ね。これで、手この、こう腕を持って、相手を切れるということですね。もう一回やってみましょうね。はい。これを、ふっとこう、抱えるように。これね。はい。切っても、シャーッと落とすわけですね。体で持って全体で切っていくと。その時僕ここで持ってね、持っていません、ね。こういうふうにやってますね。これで支えてるんですね。それでこれで持って、ギュッと親指を使って、それで、バッと切っていくんですね。これで持って、バッと、切っていく。これが、受け流しの切り方ですね。こういきますね。これでクッと出す。ね、これ持ってますよ。これでバーッ、ここで持ってキュッと持って切る。でまたバーッ切っていくと、一つ一つ完璧に切り込むという練習をしてくださいね。はい、開き文字に構えてますね。はい、これはね、ちゃんとバランスを取らないとダメだよ、ね、中心、この先によってね、重さによってね、長巻きになりますとね、この重さが違ってきます。ですからこれをこう持ったときにですね、両方がバランスよく、いかれるようなところをこう持つことですね。これが平一文字の構えです。はい。はい、ちょっとやって。どうぞ、バランスは。わかるか？はい、7万人だとまたバランスが全然違うだろう、ほら。これでもこういっちゃうくらいだ。ね。そうすると、平一文字もここが支点になって、こちらで押さえてるだけね。こうやってね。支点になってね、ここが支点になって、これでバランスをこうこっち押すようにプッシュしてこれ押さえてますね。でこれはこれなりにまた2点があるわけです。ね。これか。ね。そのために僕これやったわけですね。この支点を作るためにね。それでもってこれで落とすと。はい、少しやってみる。
1,2,3 の3つの目をここで作ることですね。こういうふうにね、わかりますか。はい、こう、こうか、この3つの目を作ることを心がけてください。長巻きはね、束の長いね刀と思っても結構ですからね。はい、で千賀に構えてます。相手が切ってきますね。さっきコツは同じですね。でこっちを出すのに、こっちから出すんです。いいですか。ね。ちょっとこっち切ってきても、かわせます。あれ？で、これで、こういうふうに切って。ね。わかるね、首に。常識的に切らないってことで、相手が切ってきますね。ゆっくりやりますから見ててください。はい、切ってくる。こっちを持ってくるんです。こっちの手で切るんです。ね。それでその次に、今度こっち来た時には、これを行くようで、こう切るんです。わかりますか？ね。ちょっと常識的じゃないんですね。こっちを切るんですか？ね、こっちの手で切る。ね、はい、そうしたと思ったら、今度はこれを足を引きながらこれで持って切り上げる、ね、要するに、手先で切るんじゃなくて、足の動きで、あるいは手を逆の方向に押して切るというね、手元原理を応用した切り方なんで、ちょっと戸惑うと思うんですがね。起きちゃった起きた。ね、その次は、こう切っていくと、こういう全然手だけじゃね、足とかですね、手を引くんじゃなくて押して切る、手を押してですね、こういったのをこれで切るとかね、ちょっと変わってますね。こう切るとかですね、するわけです。相手が切り込んできます。そうするとこう、こういきながらこう切る、わかりますね。全然違いますね、今までの常識とね。でその次、またここで長手なんで構えてもいいです。で相手を切ろうと思ったら、こう行くと今度こちらを足で切ります。これは体につけてね、なるべく体力を使わないようにですね、自分の体を支点とすることを、これで覚えてください。こう言いますね。相手が切ってきますね。これだけですね。これをよく覚えて、相手が切ってきますね。体で無頓着の状態でいくわけですね。こういうふうにね、はい、次は切ってきますね。このまま取れていくわけですね。これでこう、ね、ここでもって長い入ったりデッサンスを取りながら切っていくす。もう一回いきましょうね。はい、来た、こう、優しければね、はい、次来た、おっと長くね、これでやってもいいです。はい、キャッと踏みながらやってもいいですね。こういうふうに足を使って、あるいはこの長さをうまくコントロールして、相手と戦うわけですね。それで投げていくと相手をですね、これが伝言投げの特徴です。この場合ですね、さっきも言ったようにこれが重いんです、ね、ですからこっちの手はあんまり使わなくたっていいんですよね。こう持っていてもね、相手が切ってきますね。これでもう落としてもこれでスポンと入っちゃうんですね。はい、その次に切ってきたら、こいつを伸ばせば、このまま落とせばいっちゃうわけですね。わかりますね。それまたこう来て、バッて落とせばいっちゃうということですね。これはこの前の重さをうまく利用してですね、体との振りでもって相手に、攻撃していって、前後投げをしていくわけですね。Thank you.
一人のね呼吸が大事なのね。きつきてもいい。パッと出すね。こんな感じね。相手がカウンターで入ってくるからね。パッ。これが大事です。あとはこう、体こう落とします。キャッ、裾払いしてだからこれは出すときに無頓取りの呼吸でね、これパッとこう出すつもりでね、はい、それでこれで持って押して、これで持って足を、これを何回も繰り返すわけですね。したらね、またこう戻ってきてね、こっち使ってないからね、こうやってこれを繰り返してね。ですから相手を使おうと思うんだよね。はい、いつ来てきてもいい。あ、ちょっと遅いな、こういう感じですね。わかりますね。これとても重いですからね、何も上の方つかなくたっていいんですよね。でこれはこっちでもいいし、どっちでもいいです。え、来てきます、こう、わかりますね。こういう風にここついてもいいわけね。で、こう上げていて、でこっち、わかりますかね、こういうところを巧みに利用するわけですね。もう一度こうか、はい、何でもいい、こう無糖と同じですね。でこれでもってこう上げればね、それでもってこれで切っちゃう、ね、これはね飛び切りなんですよね。だから腕力を入れてね、切ろうと思わないことですね。腕力を入れてね、やってここでストップしちゃうんです、ね、ですからこれを飛ばすつもりでね、空中戦なんですからね、打つんじゃなくちゃダメね。パー、わかる、引くだろ、ね、こういうふうにね、手で切ったんじゃね、あまり力が相手に加わらないんですよね。ですから相手さんだったら話すようなつもりでね、大丈夫か、ね、それでまたこっちを持ってきてね、それでまたこれに来たとたらパーと話すようなつもりでね、こちらの手をですね優しく言ってね、話すようなつもりで言えばこれ当たってもね、すぐに行かないだろう、すぐにね、そういうふうにやってみてこれだとね、危ねえだろ、ドーンと入っちゃうでしょ、ね、これは本当にできないわね、こういうふうに持ってこれでこう切るんじゃない、こうやってね、これをパーッと離してね、切っていくとこっちも止めるんです、ね、切ろうと思うと自分が止めませんから、ね、これを離すと、相手に当てるつもりで切るんじゃなくてね、それで飛んでいってください。そうするとその次の変化も自由にできます。叩き割る、叩き飛ばす、叩き潰すというふうな場合に、非常に有効な武器であります、ですから非常に重いものですからですね、この武器をね腕力で振り回そうと思ったらダメですね。これを空間に持っていけるように、そして、これを使うと非常に、有効な力を発揮してくれる武器です、まず重いですからね、大きく足で持ってくるですね、あるいはこう持ってくる、体のイメージでですね、すべて胴に切っていく、で次に行くのもこう持ってきて、こう切って、また体で持って大きく持ってきて、肩に落とすと、何かドタドタしているようですけどね、重いものはこんな風にして、使ったものです。ドタドタしているようですが、非常にバランスをよく取りましてね、自分の肉体のパワーをですね、あまり出さないで、これをですね空間に持ってって非常に、強力なパワーを発揮させるような動きをするわけです。
肩を吊るし上げる技です、力も何もいりません。このままですね、やはり肘に持ってこれですね、これで持って投げなたでもやりましたがですね、それ以上にこのビセントの場合は必要ですね。あるいはここへ持ってくるとかですね、それであとこれをこう自由に変えるということが、刃先を相手に向けるのはですね、これを中心としてこういうふうに変えていくということが大事です。ちょっとやってみます。構えは何でもいいです。これでも西岸でも中西岸でも平等でも何でもいいです。それでまず相手のですね肩を切り下げるね、これでもって押しながら切り下げる、ね、それまたこれで持ってきながら、ここへ持ってきながらですね下を持つんです。それでこれ持って落とすと腕力じゃないんですね。これ上からやりますからね、相手を受けられません。危険ですからね、後ろに下がってくださいね。ですからこれは構えがさっき言ったようにどうでもいいです。これで上げていきながらですね、これで相手の肩に逃げます。あとまたこう持っていきます。あとはまたこれで落としていきます。こんな風に持っていくわけですね、相手にですね、肩を持ってこれ、ね、これを落とす、これで落とすんじゃなくてですね、この重さを利用するということです。ですからこちらもこういう風にですね、掴んでおりますね、これ持って落とすんでもね、これでいいわけですね。極端に言いますとね、はい、もう一回いきましょう。はい、はい、こういう風にして、これは竹を斜めにこう切るようなね動作をするわけです。テクニックっていうのですね、こういきますね、落とします、これで上げる、こう上げるんです。それをまたこう落とすんですね、でまたこれでこう押すようにして上げる、それをまたこれでパッ掴んでますね、僕はね、でまたこっちを押すわけで、これで落とす、こうこうね、こういうふうにやって上げてって、これで押す、掴んでますね、空間に置いておいて切っていくわけです。こう体がいくわけです。こう、これは体を斜めにこう切っていくようなね、斜めに切るっていうと斜めに落としていくということですね。だから、はい、こう行ってこれどうする？こう落とすね、これ避けきれません、危ないですからね。じゃ形だけ取ってやりましょうね、避けなくたっていいよ、はい、こうこういうわけですね、こうね、こう、武道はですね、筆舌に美しい形と映像にもなりにくいし、表現の仕方がとても難しいんです。今度やりますものはですね、さっきの竹を斜めに切るという動作と似ているんですがですね、それを波のように、持っていくということですね。要するに何を見ても自分で波はできてるんじゃないんです。何かに押されてね、その波というのは起きるんでしょう。それと同じなんです、ね、この技も何かにこう押されて何ができるような、フィーリングですか。同じような竹を斜めに切る技と同じですけども、そういうところがちょっとニュアンスが違うんだと。波のようにね、こうスルッとこう波のようにこうやって腕で心で、そして、相手に、攻撃していくというのが特徴です。波のように言っていましたね、こうやってね、例えば波のように言ってますね。だけどもこの波というやつはね、こう静かに行くとあれあれだって行く場合もあるわけですね。この行きながらこの波が怒涛のように行く場合もあると、そういうその雰囲気を捕まえてですね、同じ技ですけどもアタックしていく、
ですから、フィーリングでね、皆さんにね、解説しなくちゃいけないということですね。はい、静かな波で行ってもですね、途端に、ここに、バーッと持ち行く。また自然にこう、ゆっくり、ね。これが、波場という、戦闘の技です。次は、バットという字です。これはですね、このままでもいいんですよ。こう落として、これ切ってもいい。あるいは、これを押せて切ってもいいわけですね。それで、相手を攻撃していくわけですね。こういうふうにやっていくわけですね。これが、抜刀という技です。その時ですね、この落とす場合ですね、相手に切る場合、あくまでもこれは視点として、これを落とすんでね。こっちの引きで持って落とすようにすることです。重いものなんですね。そうすると、自分の体の重心は保てます。重いものを持った時ですね、自分の体の重心を相手にぶつけるという、テクニックも覚えてください。相手が切ってきます。ね、はい、いいですよ。ストップ。これで落とす場合もあります。片手でね。それでこう肩で落とす。肩で。近くの場合はね。はい、こっち行きましょう。はい、引き締めたら、ポンと落とす。はい、それでこれで落とす。落ちます。こうやってね、これが一つのやり方ですね。はい、それから、パーン！はい、こっち来て。はい、逃げないで、これを押さえさせてください。パーン！こうやって足を押さえてますね。これ押さえさせますね。これでいっぱいついて、2発も押すんです。で、これでいくと倒れます。で、これを落としたり。わかりますね。こういうふうにね、はい、前に向けていこうか。今のやってみようね。パーで、これで落とす。ね、それでこれを落とす。いきますからね。はい。それではこれをいくときね、パーッ落とすんですね。足のところで落とすわけね。ここを落とすと危ないですからね。こうやって落ちますとね。で、切っていきます。ね。ね。これをこうやってるわけです。足を。それで、これ倒れた時に、回ってこのクリーンアップのところでこう入るわけですね。犠牲という技ですね。読んで字のごとくですね。これは犠牲なんです。要するに中段に構えましてですね、これ相手の面上にすり上げるようにね、こう振り三振の方のように持っていくわけですね。で、跳ね上がる。で、その時体でもって相手の固定を跳ね上げるんですね。視点を早く大切にしていないといけません。それで進まれればそのままパッと行けばいいんです。事前にこういうふうに重いものですね、軽やかに動かす骨法ですね、コツを覚えていただく技です。もう一度やってみます。中段に構えます。これは何気なくふわっとこう出すようにします。跳ね上げました。いいーと体できます。はい、それを持ってね、すべて視線でしょ。僕持ってません。持ってるようなふりするかも。固定はね、固定持って固定はこう分かりますね。体で行くわけですね。そしたらこれ持って足を、はい、こっち来て、いいですか。中段で行きます。こういうふうに見せるんですね。いやーいやーそのところで持ってね、持ってる体力やってくるんですね。ボン、浸透という、動きです。これ普通に構えてますけども、この三振の振りがとっても大事なんですね。それから足を使うことですね。手で切らないですね。ここでヒュッとこう上げますね。これを返すときにね、この足で切るんです。わかりますね。僕は掴んでませんね。これ掴んでるとね、帰りは行きません。シュッハッ、これでいいです。
こちらも行ってみましょうか。こう行きますね。体のこの振り洗いでそうなってきますとね、シャッパーこういう感じです。はい、今スラッポン、わかりますね。足でね、どっちの足でも行ってるわけですね。こういう勢い、このままヒュンと突き出してもいいんですよ。ピュッ、腹割りはスラッポン、わかりますね。はい、次こっち行こう。もう一回やりましょう。はい、よっ、いやーっ、これでいいです。横向き文字に構えます。これはどっちでもあります。自分で好きな方でよろしいです。まあこちらでやってみましょうね。相手が切り込んできますね。したらこう、こちらでこう上げるんですね。体につけておきましてね。で落とすだけです。これを単純にですね、相手が切ってきたらこう、あとはこれで落とせばいいんです、ね、落とすというよりも両方でもってこう両方で落とすんですよ、ね、これ落とします。前は落としてるかもしれないけども、こちらは突き落とすという手があるわけですね。両方一緒にこれ持っていくと上が正当ですね。あれ押しのようにね、これをやるということですね。こうきますね。足をなるべく引いてハッと入る、ね、あとは全体の体ももちろん入ります。それも大体取ったらパーンと落とすわけですね。そうするとつま元が割れる、何でも参るわけですね。相手が切り込んできますね、はい、足を引きながらこう、腰をつかなくちゃ立ちませんからね。分かりますね。それでもってこうやって、これですね。はい、今度逆一個。体全体を使うことですね。これができないとダメですね。こう、わかりますか？このまま落としたっていくでしょ？もう取れるでしょ？で、これでいくわけですね。はい、もう一度向こうからやってみましょう。これは発想から構えてますね。二拳という技です。ちょっとこれは動物的な知味能量の技ですからね。これはこれ肩を落とします。まあきつめがちょっとたまれるっていうか、媚びを売るような形になるわけですね。これがやばいんです。その先ですね、これを振るんですね。こう振るんです。振ると一緒に飛べる。この羽毛と一緒に自分の体を飛ばすんですね。でまたここへ来ましてね、またキュッと体を落として、これまた飛んでる。これは二拳の形というよりですね、中身っていうかね、それから出ている空間なもんでしょうね。まあ自然なものと言ってもいいでしょう。まあこういう、まあ、生活の中にある、生きていく中にあるですね、まあ、生命力をですね、引き出すことがね、武道家はとっても大事なんです、ね。ですから僕がいくら年を取ってもですね、私の師匠の高松先生もいくら年取ってもですね、技が若い人より若いというのは、そういう大自然のですね、生命力のある習慣、あるいはポイントをですね、巧みにですね、得得しているからです。これは覚えてるんじゃないんですね。これは武風一貫、武道家の心がある人のみですね、そういう力をね、神から授けられるんだと思っても良いでしょう。じゃあワンパターンいきましょう。はい、来てよし。こうパッと逃げるわけですよね。ね、ここで当たってもいいんです。ハッと持った瞬間にそれぞれ体でいい、こういうふうにね、力は全然入れてないんですね。はい、ヒュッ、これで飛ばしてるわけです。はい、こっち、こう来ても、はい、これ落とすところがね問題ね。
落とすとこで、これ早く来たっていい、こう、こう打っちゃった。だからこれがね、これですね、僕が落としたときこれ叩いていいよ、はい、こう、そうするとこれで入っちゃう、回がね、相手の力で入るね。だからここへ来たときに、ここから落としたときに、はい、落とすと、このまま下からこう入ってね、自然の力をですね、このようにね、うまく使うこと。ですからこれはやっぱり微戦闘がですね、やはり長期のでやっぱり一番基本になるんじゃないかと。